はい、こちら神明の岩屋というところです。神社にはいくつかちょっと岩屋があるんですけど、全部行くのちょっと厳しいかなと思ったので、ここだけ一つ行ってきたいと思います。天照大神は天と岩との伝説の中で、伝承の中でね、お隠れになったと。多分これぐらいなんじゃないかと思うんですよ、本当は。このちょうど少しこうズズズズッとなんかね、隠れたこう岩でちょっと自分でこうなんとか隠れさせるような出来な感じと、こんな感じかなと思うんですけどね。そんなに奥は深くないですけども、これはでも浸食によってできたものらしいので、自然物ですね、自然物としてなってます。これぐらいかなと思うんですけどね、正直。ここだったらなんかこうちょっとしたね、ちっちゃな岩だったらこう自分でよいしょよいしょって できそうな気がしますけれども、北部はそうですね、そんなに広くはないみたいですけどね、人が一人隠れるには隠れれるかなと思いますけど、ここが天の岩戸かなと思うような気がしますね。女性ですからね。天照大神も、そんな極端なでかい岩じゃないと思うんですけどね、岩戸も。